皆さんこんにちは、のばなです。今日もドイツでの日常風景をお届けしたいと思います。朝の5時に起きて、静かなうちにお気に入りのコーヒーをゆっくり飲むのが日課になりました。睡眠時間は8時間欲しいので、夜は9時に寝るようにしています。睡眠時間は個人的にかなり大事だと思っています。最低7時間は寝ないと集中力が欠け、イライラもしやすいので、夜にスマホを見ることもなくなりました。今週1週間は夫が出張で不在なので、久しぶりにワンオペ育児になります。頑張らないをモットーに1週間を乗り越えたいと思います。こういう時はさらに手を抜いて楽をするのが私流のワンオペです。頑張っても頑張らなくても、給料も出なければ褒めてもらえるわけではない家事育児。子供たちも私たち親も幸せに過ごせるように、手を抜けるところはしっかり手を抜いてやり過ごすのが私は好きです。母親はこうであるべきという世間一般が作り出した母親像に私は当てはまりませんが、私はどこまでも自分がまず幸せに過ごすことを優先して生きています。それは親としてどうなのと言われたところで気にしません。母親が鼻歌歌いながら過ごしていたら、自然と家族は笑顔になると思っています。さて、今日もまたスーパーへ買い出しです。日本のように美味しい惣菜やお弁当があるわけではないので、できるだけ簡単に作れるものを買ってこようと思います。今日はレーベというスーパーに来ました。かぼちゃが並ぶ時期になりましたね。この北海道という名前のかぼちゃを買っていこうと思います。そしてこの皮付きのまま食べられるじゃがいもも買っていきます。子供たちの友達がいつ来てもいいようにポップコーンも買っておきます。豆乳やオーツミルク、アーモンドミルクなどたくさんの種類が並んでいます。私はこのレーベオリジナルの豆乳を買います。私はこのレーベオリジナルのハーブの入れ物がシンプルで好きです。あと、このハンブルクの会社のハーブミックスも見た目が可愛くて好きです。この辺のドレッシングはあんまり好きじゃありません。レーベの隣にあるアルディというスーパーに来ました。
今日もまたこのシュニッツラーを買っていきます。この唐辛子ミックスを初めて買ってみます。ずらりと並ぶパン、パンも値上がりしたといえど、ドイツはまだまだ安い方だと思います。プロテインが豊富なトースト、めっちゃ黒いですね。リードルでいつも買うサーモンと同じようなサーモンがあるので買っていきます。このサーモンは 30% オフなのでいくつか買います。ギロス風に味付けされた鶏肉、ベジタリアンのチェバプチチも買ってみます。このヒルテンケーゼはサラダに入れると美味しいです。あとはモッツァレラチーズ、ベッドカバーも穴だらけになってきたので2枚買っておきます。家に戻ってきました。今週は毎日30度超えと9月にしては暑いドイツ。太陽の光を入れないためにシャッターを閉めて、朝取り組んだ冷たい空気を保っています。さて、この北海道という名前のかぼちゃを使って今日はかぼちゃスープを作りたいと思います。かぼちゃスープはいつも参考にしているドイツ人 YouTuber さんの動画を見ながら作っていきたいと思います。じゃがいもと人参と、そして玉ねぎ。最近子供たちが夜席をするので、ベッド横に置いておいた玉ねぎを使います。あとは生クリーム、そしてカレー粉、ちなみになんでこのかぼちゃが北海道という名前かというと、ある日本人の方が1990年代に北海道から持ち帰った種をもとにかぼちゃを栽培して、そのままドイツ全国に広がったらしいです。ドイツ人たちが北海道と聞くと地名ではなくかぼちゃを思い出すんですね。最近はスイートママという日本で売られているかぼちゃとそっくりなかぼちゃも売られています。かぼちゃの煮物を作るならスイートママの方がいいかなという感じです。これからはスープが美味しい時期ですね。秋になるとキノコもどんどん市場に出てきますし、また皆さんにご紹介していきたいと思います。私はケーキのモンブランが食べたいんですが、モンブランはドイツでは全く見ないので、それだけが残念です。デュッセルドルフではモンブランが売られているようなのですが、かぼちゃスープにカレー粉を入れるとは斬新です。どんな仕上がりになるのか楽しみです。
日本から持って帰ってきたコンソメ。やっぱりコンソメって美味しいですよね。今日はあとこのブルグルを使います。冷蔵庫の中にある野菜を適当に使います。あとベジタリアンのチェバプチチも焼こうと思います。唐辛子をどれだけ使ったらいいか分かりません。基本的に辛いのがめっちゃ好きなんですが、ちょっと怖いので少しだけにしておきます。ブルグルって日本ではあまり聞かない食材だと思うんですが、これが結構美味しいんです。白米に比べるとタンパク質と食物繊維がかなり豊富で、血糖値も上がりにくいことから私たちの食卓にはよく登場します。夫がいないので、私の2日分のランチを作ります。さて、お昼ご飯ができました。初めて食べるベジタリアンのチェバプチチ。オフ会メンバーがくださったお味噌、野菜につけて食べるのが好きです。30度を超えたら飲みたい飲み物、皆さん何だと思いますか？正解はアイスコーヒーです。コーヒーを凍らせて作った氷を入れます。今はこんな便利なコーヒーが売られているんですね。ちなみにドイツでアイスコーヒーを頼むと、コーヒーの上にアイスクリームと生クリームがドドーンと乗ったものが出てきます。それはそれで美味しいんですが、日本人の想像するアイスコーヒーからはかけ離れているのでお気をつけください。今日は子供たちが体操教室に行くので準備をします。息子が学校から帰宅しました。
息子は納豆が大好きなので、とりあえず納豆ご飯を食べてもらいます。ドイツ人の夫や娘はそこまで納豆ファンではありません。なので私は息子が納豆好きなのが嬉しいです。今日の夜ご飯はこれでいきます。ここには栄養スコアと飼育環境について書かれています。ご近所さんからまたお野菜をいただいてきました。新鮮なパセリに巨大なズッキーニ、そして大量のトマト。このトマトを使ってトマトモッツァレラのサラダを作ります。取れたてのトマトをいただけるなんて幸せです。子供たちがもっと小さい頃は夫の出張時、本当に大変だった記憶があります。でも今は8歳ともうすぐ6歳なので、本当に楽になりました。この年齢だからこそ私も YouTube を続けることができているのかもしれません。理解のある夫と子供たちには本当に感謝です。さて、お天気がいいので外でゆっくり休憩したいと思います。休憩といえば美味しいビール。暑い夏に外で飲むビールは最高です。皆さんも無理せず自分を大切に、私と乾杯しましょう。ということで、ドイツでワンオペの一日を撮ってみました。どこに住んでいてもやることは同じ、ドイツだから特別なことなどはありません。いや、強いて言えばこの食洗機がめちゃくちゃ大きいことはありがたいです。皆さんも日々忙しく過ごされていると思います。その中で小さな幸せを見つけたり、自分のやりたいことに向かって前進したり、皆さんが幸せに過ごせますようにドイツから願っています。私もいつも皆さんから幸せをいただいていますので、私も皆さんにできるだけ幸せな気分に、楽しい気分になってもらえるように、これからも動画作りを頑張っていきたいと思います。時間を使うことは命を使うこと。皆さんが私の動画を見てくださっていることに本当に感謝しています。これからも楽しく自分らしく動画をお届けしていきたいと思いますので、どうぞこれからも温かく見守っていただけると嬉しいです。それでは今日も最後まで見てくださってありがとうございました。